スブーラの白髪はね、ごめん。うん。無理。無理。来世に期待。いや、マジで。白髪はね、ガチで大変なんよ。マジで。本気で。もういいやって思っちゃった。ちょっと遡るとね、白髪だった時代が見れると思います。見てみるか、一緒に。今頑張ってうち、スクロールして、ツイッターを遡ってるよ。あ、あった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 。ウィンドウキャプチャー。この辺だな。ちょっとこれ髪の毛ボサボサすぎるな。こんくらい白かったぞ、うちは。つぶらもう一度、重造にならないかできねえ。おい、うちの白髪めっちゃ、ほら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 、白い。マジで大変だったぞ、この時期。なんか色がね、すごかった。うわ、ありがてえ。まとめがあるぞ。過去の自分、グッジョブ。過去のつぶら優秀すぎ。ありがとう。わけえ。めっちゃ長くない？うちにしてはめちゃくちゃ長いぞ。これ沖縄に撮影に行った時やね。この頃めっちゃカラコンしてたから目が、宇宙人並みにでけえ。この辺はすごいね。ダメージが。これがこれかな？これが、初めて前頭ブリーチした翌日かな。すげえ髪色履歴。でもなんか最近は落ち着いて黒でいいかなって思ってるよね。もうなんか一通り経験してない。ちょっと、暖色系はうちあんま似合わんから、したことないんだけど、なんかオレンジとかピンクとか赤とかはしたことないんだけど、なんかもう、自分に似合う色で一通りやってる。すげえな、こんなブリーチされたの。4回。4、5回ブリーチした上に白入れてたから、ダメージ量えぐいと思うわ。え、みんなどれがいい？まずこん中だったら。中央、左。ウルフか。ウルフか。やっぱみんなウルフ好きなんか。全部やね。まあ、それが一番丸いよな。一番上の段幼すぎてちょっと怖いわ。ワイプは、ワイプ分かってんね、君。分かってんね、モテるでしょ。いやー、わけえわ。2年前とかか。マジギャルだな。この白いやつ。陰キャギャル。白髪やな。白髪はね、当時もめちゃくちゃ気に入ってたけど、もう一回やるって聞かれたらやんないね。50万もらったらやるかもしれん。でもなんか一周回って黒髪がいいなって思ってるから、ないな。ウィッグ被るべ。うわ、お前らが好きそうなやつがあったぞ。お前らが好きそうなやつ。ディディニー。マジで、ここ数年行ってないんだけど、ディディニー。懐かしいですね。あ！これね、地毛なんだよ。やばくない？地毛なんだよ。意味わかんないでしょ。白髪だからできること。本人かもしれんわ。この写真めっちゃ気に入ってるわ。俺も大変だったぞ。この、なんか塗ってる、縫い目みたいなの自分で描いたんだけど、ガチで大変だったんだよね。みたいな。マジ大変だった。自分で描きました。一人で。一人で描いたんだよ。マジで大変だった。